こに行けばいい。住み慣れたはずのこの街には私の居場所がない。暗い過去を捨てに、暗い海岸通り、曇りが覆って行く果てもなくて
皆さんお久しぶりです。平栗かりんです。福島では未だに大きな地震があり、その度に周りの人の安否や津波、原子力発電所の状態など確認しなければならないことがたくさんあるような状態です。地震には未だに慣れませんが、より地震の被害を小さくするための工夫をして生活することができるようになりました。また文化が異なるオーストラリアで不思議に感じたことが高校の学習の手助けになっています。理解できなかったことを何とかして理解する姿勢も身についたと思います。今は人の役に立てるように自分にできるボランティア活動を春休みに向けて探して計画を立てているところです。今年はコロナでオーストラリアの皆さんに会いに行くことができませんでしたが、コツコツお金を貯めてまた皆さんに感謝を伝えに行きたいです。皆さんこんにちは。福島市に住んでいる菅野岩です。今日の福島市はまたたくさん雪が降っています。僕の隣に見えるこの機械が線量を測る機械です。この機械は公園や学校など様々な場所に設置されています。今は0.121 マイクロシーベルトと表示されています。震災から少し経った時、僕は10年後の未来や20年後の未来をテーマにして作文を書いたり考えたりする機会がたくさんありました。その時10年後はまだまだ先だと思っていましたが、もう10年が経とうとしています。今の福島市は震災前の生活に少しずつ戻っていったのではないかと思います。しかし、除染された土を廃棄する場所がまだ決まっていなくて、まだ復興に至っていないというのが現状です。このプロジェクトに参加できて、たくさんの方々と交流をすることができました。本当にありがとうございます。皆さん健康に気をつけて、これからも元気に過ごしていきましょう。それではまたお会いしましょう。See you. Thank you. みなさんこんにちは。ワバンドです。僕らはオーストラリアのケアンズで日本の歌を演奏しているバンドです。震災から10年が経ち、目に見える復興は随分進んできたのではないかと思いますが、心に傷を負った人たち、未来に不安を抱える人たちは今もまだたくさんいらっしゃると思います。スマイルウィズキッズのプロジェクトを通じて福島の原発事故の影響にあった子どもたちとも私たち関わらせてもらったんですけど、もちろんね、復興が進むというのは喜ばしい反面、それに伴って、放射能っていう目に見えないものから身を守ることがだんだん難しくなっていったりとか、その中で何が正しいのかっていうのが分からなくなっていったり、そういった心の葛藤っていうのもたくさん目にしてきました。今回歌わせていただく空という曲なんですが、僕が10代の頃に作った曲で、その時に抱えていた葛藤とか漠然とした未来への不安とか、その中で変わっていくもの、ずっと変わらないでいるもの、そういったことを歌にした曲です。この曲が少しでも皆さんの心に届けばいいなと思って、歌わせていただきます。それでは聴いてください。オリジナルソング空。風の中
一体何を探してるの？遠くまで行きたくて差し出したその小さな手、つかめない蜃気楼を届かない空に胸を痛め、間違いだらけで過ごした日々、跳ねのけることもできず震えていた。だけどは果てしない大地に立ち、名もない歌を歌っているわ。どこまでも自由な空、羽ばたく鳥に憧れながら、触れない光だけに目を奪われて、戻れない大切な場所がまた一つ消えていた。懐かしい風に何も変わるはずないと信じていた。だけどは訪れるいくつもの出会いと別れを繰り返しや、気がつけばあの頃の景色がいくつもの傷を刻んだ、いくつもの涙を飲んだ。それでもまだ答えは出てない。何も変わらない、空の下in the sky.
こんにちは。2016年のケアンズのプログラムに参加させていただきました鈴木真帆です。現在は東京外国語大学に通っております。大学ではアラビア語を専攻しています。将来中東地域の平和構築に携わりたいと考えているからです。ケアンズでのプログラムは私の原動力となっています。ケアンズのプログラムに参加するまでは震災後ということもあり、福島の人として見られることが多くありました。例えば、福島は震災があって大変ね、や放射能もあるけど頑張ってね、などでした。しかし、ケアンズのプログラムの中では私、鈴木真帆、一人として皆さんが応援の言葉をかけてくださいました。その際、とても嬉しかったですし、自分の夢を叶えることで皆さんに恩返しがしたい、もう一度感謝の言葉を伝えたいというふうに感じるようになりました。そのためアラビア語の勉強は大変なこともありますが、少しでも恩返しができたらいいなと思いながら日々頑張っております。今の福島の現状としては、目に見える道路や建物の復興は進んだように感じられますが、心の傷はまだ癒されていないように感じます。加えてコロナの影響もあり、放射能と同様に見えないものに怯える状況になっております。コロナの現在では、失ってしまったものや、ものや、亡くなってしまったものに目を向けがちですが、今できること、私ができることに目を向けて、これからも福島の復興だけでなく、世界に役立つ人となれるように頑張っていきたいと思います。はじめまして、2016年の福島の中学生ケアンズリフレッシュプロジェクトに参加させていただいた緒方鈴乃です。現在は早稲田大学の1年生で18歳です。2011年の3月11日東日本大震災が起きた当時、私はまだ9歳でした。まもなくその日から10年が経とうとしていますが、大学生になり東京に暮らしている今でも、震災の経験をしたからこそできることはないかと模索し続けています。今年は所属している英語サークルで震災から学んだことについてスピーチを行いました。それは自分で正しい知識を身につけることの大切さです。 3.11 の後に福島は風評被害やいじめに悩まされました。このことは放射能に対する正しい知識を身につけようとせず、周囲に流されてしまった人々が多かったために起こってしまった悲劇だと考えています。今のコロナウイルスでも情報社会ならではの混乱が起こっています。私がこのことに気がつけたのは、 3.11 と向き合うきっかけを与えてくださったこのプロジェクトがあったからです。これからも震災を経験し、今の年齢になったからこそ分かることを大切にしていきたいと考えています。この場をお借りして、このプロジェクトと関わってくださっている全ての方々にもう一度感謝の言葉を述べさせてください。本当にありがとうございます。これからも 3.11 を原動力に、社会を少しでもいい方向に変えられる人に成長していきたいと思っています。皆さんも体調にお気をつけて過ごされてください。これからもご支援ご協力のほどよろしくお願いします。
Thank you very much for watching the performance by Cairns Taiko. We are honoured to be invited every year to the Japan Day of Hope. We've been involved every year since it moved to the Masonic Hall and then to Edge Hill. We are really happy to be able to contribute to Smile with Kids and helping the people of Fukushima. Our thoughts and prayers are with you on this difficult day. We hope to see you in Cairns someday soon. Thank you. Hello everyone, this is Meg from Fukushima, Japan. I've been in Cairns for a week in 2015 and had a great time there. I'm extremely grateful for all your support until today. Even though 11 years have already passed since the Great East Japan earthquake, tsunami, and the nuclear power plant accident, the memory of 3/11 is still in my mind deeply, and it will never go away. This is not only because I am a victim, but also, I've been getting great encouragement and plenty of warmth from you. I also began to want to work for the United Nations to help people who I need through this experience. I cannot appreciate it enough. However, both mental and physical damage was unimaginably huge, and it takes more time to be completely recovered. So please let us ask for your further help and support. I thank all of your kindness from the bottom of my heart. Thank you. Bye bye. みなさんこんにちは。6年前に第1回福島キッズサポートプロジェクトに参加した鈴木学人です。今回は震災から10年経った福島の現状とプロジェクトに参加した時の感想も交えてお伝えしたいと思います。現在災害公営住宅などの生活に密着したインフラ整備はおおむね完了していて、東京電力福島第一原子力発電所から 80km 圏内の空間線量率平均も2011年11月比で 78% 減少しています。県内の空間線量率平均と国外の空間線量率平均を比較すると分かるように、空間線量率はほとんど同水準ということが分かります。例えば福島市の空間線量率は震災直後に比べて20分の1以下に低下しています。また日本政府の調査によると食品の安全性に関しても魚類以外は安全性が保障されています。一見すると復興完了しているように思いますが、未だに山菜や野生キノコなどから基準値を大きく上回る数値が出ているという事実もあり、安全になった地域の食品でも福島県産の食品だからという理由で諸外国から輸入規制されていることによって、福島県内の農林水産業界全体が震災前の状態に戻れずにいます。またホットスポットが各地に点在していることも今後の大きな課題の一つです。避難者数の推移と仮設住宅への入居状況は全体で見ると、震災直後の約47万人から約4万人まで減少しているものの、福島県内で見ると災害公営住宅の入居者割合は未だに生活回復がなされていないっていう割合が6割もの人々がいるということで、まだまだ震災前の姿に戻るには時間がかかるというのが現状です。さらに残念なことに、現在世界中の注目が新型コロナウイルスに集まっていることによって、福島を含む震災被害に遭った地域全体が依然として汚染された土地という印象を持たれたまま、東日本大震災の存在が忘れられかけています。コロナ禍の今だからこそ、地元の子どもたちがキッズサポートプロジェクトのような海外の方との交流の場を通して正しい今の状況を発信していくことが大切だと思っています。またケアンズで私はたくさんの学生の前で福島の現状を英語のスピーチで伝えた経験のおかげで、人前で話すことや自分の意見を言うことへの苦手意識を克服するきっかけになったと感じています。参加者は海外の方との交流やその地域の文化や慣習に触れることで
人としても大きく成長することができると思いますので、ぜひケアンズでの経験を自分の将来に役立ってほしいなと思います。ご清聴ありがとうございました。To the people of Fukushima, Japan and the world, I am Miho and I live in Cairns, Australia. Since last year, I think many people have felt an anxiety that they have never experienced before. Australia is currently relatively safe, but it has not completely returned to its former life. I worry when I see the news that Japan is still in an unstable state.However, when adults were worried, I realized that it would be transmitted to children and they may not be able to dream of a happy future. So I will keep praying for the world to be more peaceful in the near future than before. I'm neither a singer nor a guitarist, but I will be brave and sing with all of my heart so thathopefully your hearts can be healed. This is a soundtrack of my favorite series, Midnight Diner, called Memories. 私はオーストラリア、ケアンズに在住しています、美穂です。昨年から今までに経験したことのないような不安を抱えていらっしゃる方々が多いと思います。現状、オーストラリアは比較的安全ですが、完全に以前のような生活に戻ったというわけではありません。日本ではまだまだ不安定な状態が続いているという報道を見て毎日心配しています。しかし大人が心配ばかりしていては子どもたちにそれが伝染してしまい、子どもたちが楽しい将来を夢見ることができなくなってしまうことに気づきました。ですから私はとにかく近い将来、世界が以前よりももっと平和になるように努力し、祈り続けようと思います。歌手でもギタリストでもない私ですが、皆様が少しでも癒されるように、勇気を持って心を込めて歌わせていただきます。聴いてください。思い出。君が吐いた白い息が今ゆっくり風に乗って空に浮かぶ雲の中に少しずつ消えてゆく。遠く高い空の中で手を伸ばす白い雲、君が吐いた息を吸ってぽっかりと浮かんでる。ずっと昔のことのようだね。川もの上を雲が流れる。日差しを避けて軒下に眠る犬、思い出もあの空の中に少しずつ消えてゆく。
この空の向こう側にはもう一つの青い空、誰もいない空の中にぽっかりと浮かぶ雲、ずっと昔のことのようだね。川もの上を雲が流れる。少しずつ消えてゆく。少しずつ消えてゆく。ありがとうございます。Hi, I'm Sena Hirakuri. I took part in the first camp in Cairns 6 years ago. There were a lot of people there who were worried and supported the children in Fukushima. They took us to various places, prepared delicious foodsand provided us a lot of opportunities to share the current situation in Fukushima. For those of us who are restricted from going out and cannot play as much as we want, I still remember that Cairns was a haven for both the mind and the body. Last year, I traveled to Australia alone and participated in the Japan Day of Hope event. This time,I could see the camp, which was just a participant's position last time, from the standpoint of preparation. There were more people involved there than I had imagined, and I was impressed and happy that there were so many people who thought about the Great East Japan earthquake disaster that Japanese were about to forget.It's almost been 10 years since the earthquake, and the earthquake is a story of the past in Japan and around the world. I feel that even people living in Fukushima have forgotten about the earthquake. There are still a lot of pollutants left, and they will remain for decades to come, but most people don't care. Even in such a reality,I'm truly grateful to Mrs. Maki and many others for worrying about us and for the fact that they are continuing the camp. I would like to visit Australia and express my gratitude directly. Thank you.
福島の皆さん、こんにちは。震災があってから今年で10年目だというんですが、いつもエッジヒルの小学校でやってたのができなくなっちゃいまして、こういうビデオっていう形でお会いすることになりました。震災があって10年経って、世間の人は忘れがちな人もいると思うんですが、私たちは継続して支援させてもらっている。一つはそこに自分なりの誇りを持ってると思うんですけど、今年来るはずだった皆さんも、生まれた時は、震災の時はもう小さかったことを思うんですけど、ああいう大震災は強烈なインパクトがあると思うんです。まあ、それも一つの経験として、それを糧に強く生きていってほしいと思うんですけど、まあ、亡くなった方には心からご冥福をお祈りするだけなんですが、これからも微々たるもんですが支援させていただきますので、コロナが早く収まって、また来年にでも、また皆さんがお会いできることを期待して楽しみにしております。これからも頑張ってください。それでは皆様お元気で。私の住む郡山市は原発から80キロのところにあります。今度の 3.11 で10年が経とうとしています。隅々まで除染してくださったおかげで、今では部活のテニスを普通に外でできたり、体育祭もできたりと、何不自由なく暮らすことができています。今年はコロナ禍でマスクは1年中しなくてはいけなかったですが、原発事故当時も線量が多く、あの36度以上ある夏でもマスクをつけないと外には行けなかったり、プールは線量が高くて掃除に時間がかかり入れなかったり、現時点でも海には原発の廃炉作業時に雨が降り、その雨水が隣にある海に流れ出して海では泳げない状況です。
一部の高速道路は車での走行はいいですが、バイクは線量が高いので走行ができない区間があったり、山間部に至っては国道ですら車の中で通過するだけでも線量が高くて放射線測定器の警告アラームが鳴るなど、まだまだ10年経っても以前の生活に戻ることができません。復興は確実に進んでいますが、よく周りを見ればこんな状況です。その中で今でも不安なのが幼少時に起きる放射線の人体の影響です。弱い放射線を毎日毎日浴び続けることによって将来どんなことが起きてくるのか、そこが不安で、長い休みの時にケアンズのような線量が少ない地域で生活することによって将来のリスクを軽減させようと、私の周りの友達は長い休みになると今回のケアンズの皆様のような支援によって国内外で生活させていただいていました。ご支援ありがとうございます。でも一番は線量のない海で泳いでみたいというのが私の一番の夢なので、早くコロナが収束してケアンズに行き、ケアンズの海で泳ぎたいです。当時4歳だった僕は東日本大震災という大きな災害を体験しました。家は倒壊してしまって、他の建物も倒れてしまって本当に大変な状況でした。原子力発電所が爆発して福島県全体が放射能に汚染されてしまいました。でその放射能は僕たちの生活の中で、なんか様々な影響とかを及ぼしました。それから僕は保養に行かせてもらうようになって、それから自然の大切さだったり仲間とか人と協力し合うみたいなことをたくさん学びました。僕はその保養から今自分はどうしたらいいかとか、この状況で何ができるかみたいなのを考えるようにしました。僕はそのケアンズに行って、異なる文化なので、日本とオーストラリアで異なる文化なんですけど、分かち合って親しむことを目標としていきたいなと思ってます。今コロナでいじめ、差別でいじめられてる子とかもいるそうで、それで東日本の時も大震災で放射能を受けてるからみたいなので差別あったので、そういう面でそういうのをなくすようにみたいな意識して生活してます。たとえ遠く離れていても思いを寄せることで人々はつながることができると信じています。日本の皆様のことを思いながら、心を込めてこの歌を歌いたいと思います。ふるさと。Yeah.
2011年3月11日午後2時46分に起きた大きな地震。当時5歳の私は自分と弟を守るのに必死でした。今は祖父母の家に引っ越し、放射能の影響がない町で10年間暮らしています。私は中学3年生なので、10年間共に過ごした友達と離れ離れになります。毎年3月11日になると、あの時地震がなかったら今の友達と会えなかったのかと思うと複雑な気持ちになります。私は仲間の大切さを学びました。他にもこの震災で学んだことがあります。それは原子力発電の危険性やインターネット上の偏見による風評被害や誹謗中傷の辛さです。SNS で福島県放射能と調べると、放射能を含んだ土を福島県外で処分するという法律に対し、放射能汚染を日本国中に拡散させるのかという批判がされています。もちろん福島県はもう安心できるという同情の声も上げられていますが、風評被害はまだなくなっていません。これから何があっても協力して乗り越えていけるような社会になればいいなと思っています。10年前に東日本大震災が起こりました。震災では多くの方が犠牲になりました。そんな中、福島第一原子力発電所の爆発があり、その爆発によって多くの人が被災しました。今でも3万人の人が避難を余儀なくされています。最近知ったのですが、日本ではまだ原子力発電所があちこちにあるそうです。私は一度失敗してしまったことは二度と起こしてはいけないと思います。福島は原子力の危険性を伝えなければならないと感じました。私はもう一つ震災を通して感じたことがあります。それは震災があった後、たくさんの人たちが被災者を支援してくださりありがたいと感じ、またすごいと思ったことです。誰かのために動こうと思い、実際行動しているのがすごいと感じました。それは今のコロナ禍でも大切なことだと思います。私たちが意識して気をつけて行動することで感染を広げないで済みます。私も人のために行動できるような人になりたいと震災を通じて思いました。
東日本大震災が起きたのは私が4歳の頃でした。強い揺れを感じ、怖い思いをしたことを覚えています。それから8年後、私は中学校に入学しました。私が通っている中学校は、未来創造学やグローバルスタディなどといった他の中学校にはない授業の取り組みがされています。未来創造学では4つの地域に分かれて復興に向けて努力しています。その中でも私は川内村の復興について携わっており、カエルマラソンについて調べています。カエルマラソンとは日本固有のカエル、モリアオガエルをモチーフとしたマラソン大会で、毎年約1700人ものランナーたちが全国から川内村へと走りに来ています。実はこのカエルマラソン、川内小学校の生徒が考え実行しているイベントなんです。それを知った時私は、復興に携わっているのは大人だけではなく子供も全力で頑張っている姿に感動しました。そしてグローバルスタディ科では未来創造学で調べたことを英語で YouTube などを利用して発信する活動を行っています。演劇ワークショップというものも定期的に行っていますが、そのワークショップで得た表現力を利用して発信できる方法を考えています。このように震災を多くの人に知ってもらえるきっかけを私は作っていきたいです。そしてオーストラリアでは今コアラ絶滅の危機にあっていることを知りました。現地の人と交流し視野を広め、オーストラリアの問題についても携わっていきたいです。ご清聴ありがとうございました。谷瀬也。東日本大震災から10年経ちます。今はコロナウイルスの影響もあり、震災の話題も少ないように感じられます。10年経ってもまだ被災地は深刻な面もありますが、復興も進んできました。被害が大きかった地域でも一部帰還困難区域が解除されました。そして今では人々の営みを取り戻そうといろいろな活動をしています。この大震災は福島県だけではなく他の地域にも及びました。あの時の恐怖は忘れられません。私は当時4歳でしたが、強い揺れを感じたことを覚えています。テレビで映像を見ると胸が苦しくなります。学校では放射能の勉強をしています。こういう取り組みで東日本大震災を忘れないように活動しています。悲しい出来事ですが、私たちは経験していない次の世代にどんどん伝えていかなければならないと思います。ケアンズから、イエーイ！
東日本大震災から10年が経とうとしています。当時私は5歳でした。大きく長い地震に怯えながら妹と一緒にテーブルの下に潜ったのを鮮明に覚えています。10年前大きな地震と津波、原発事故によりたくさんの尊い命が奪われました。死者16,000人、そして未だに行方不明の方は2500人もいるそうです。東日本大震災から10年が経った今、私の住む町では除染もされ、一見日常を取り戻したように見えます。しかし行き場のない汚染土壌が町の中に置かれていたり、あちこちの公園や野球場、公共機関の土地に埋められているのが現状です。私の後ろに見える山積みになっている黒い袋も中身は汚染土壌です。また福島原子力発電所から出る汚染水も海に放水される予定だとニュースで知りました。しかし今日本でもコロナウイルスの流行によりこのような放射線物質の問題にはあまり取り沙汰されていないように思います。私たち福島県民は放射能の健康被害について不安に思う人も多く存在します。放射能の影響で未だに故郷に帰れずにいる方、大切な人を失いな、なかなか前に進めずにいる方もたくさんいます。そんなたくさんの問題を少しでも解決、解消していくことが今後の課題なのだと思います。また私は今地球のあちこちで見られる異常気象や災害についても心配に思います。少しでも災害を防ぐためにも環境問題の取り組みなど国を超えた協力や共通の認識が大切だと思っています。一日でも早くコロナが収束してオーストラリアの皆さんに会えることが楽しみにしています。ご清聴ありがとうございました。私は10年前原発事故による放射線の被害を受けました。確かに被害があるのに目に見えない放射線は母を不安にさせる一番恐ろしいものでした。その状況から逃れるため母と私は週末に避難していましたが、母は私よりもっと辛い思いをしていたのだと今になって思うことがあります。そんな時母の勧めで震災の影響を受けた子どもたち向けの保養に参加しました。一人での参加で不安だらけだった私に、ボランティアの方々は自由に遊ぶことの喜びや数え切れないほどの思い出をくれました。その中で優しいボランティアの人たちに憧れ、医療従事者となって困っている人の役に立ちたいという夢につながりました。私の夢は震災を通して人の温かみに触れることができたからこそ持つことができた夢です。また震災という経験を通して福島の未来を考えるようにもなりました。私の思い描く福島の未来は自然と共存し国際的な姿です。人間の利便性だけを追求せず、世界とつながってお互いに助け合える関係にしていくことがこれからの福島に大切なことだと思います。私は自分の夢も福島の未来像もいつか必ず叶えたいです。 Thank you for listening。 Positivity from the Z Crew in Cairns, North Queensland, Australia. We hope you have a fabulous 2021. Stay happy, stay healthy, keep smiling, and keep dancing.
皆さんこんにちは。ズンバフィットネスチームズンバゼリクルーのカズです。今後も福島そして世界中の平和と安全な未来を願って私たちチームはズンバを通して大きな愛を送り続けます。今現在オンラインでもズンバクラスを行っております。世界中から参加可能です。興味のある方ぜひ連絡ください。ズンバだー。Tan solo vive y baila, baila. To the left, to the right. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guayna, dale, guayna. Baila, baila. Sup, 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 supa. Baila, baila. To the left, to the right. Baila, baila. Una vuelta, turn around. Baila, baila. Dale, guayna, dale, guayna. Baila, baila. Sí.福島県は2011年に起こった東日本大震災とそれに伴って発生した福島第一原子力発電所の事故によって放出された放射性物質の影響により長い間経済的損失と風評被害に苦しめられてきていました。あれから10年が経ち、たくさんの人の努力や支援によって復興を成し遂げています。そして今コロナによって世界中の人が苦境に立たされています。恐怖や不安からか陽性者への心ない誹謗中傷や嫌がらせなどが多発しているそうです。なぜ人は苦しんでいる人に優しい言葉をかけてあげられないのか、なぜ詰めたり追い詰めたりするような行動をとってしまうのか、私はとても悲しい気持ちになります。他人を非難したり傷つけたりすることで何が得られるのでしょうか。大変な時、不安な時こそ人の優しさが求められるのではないでしょうか。原発事故の時、心ない言葉に傷つくことも多くありましたが、手を差し伸べてくれる方も大勢いました。このプロジェクトもその一つです。そうした人の優しさが傷ついた心を救ってくれることを私は実感しています。私はこの大変な時だからこそ互いに思いやり協力すればきっと素晴らしい未来が待っていると信じています。以上、ご清聴ありがとうございました。こんにちは、ドラム無限大です。福島の皆さんが一歩一歩、一日一日前へ進めるよう願いを込めて演奏させていただきます。曲は花勝負です。聴いてください。 Hi, we're Drum 無限大. We're very honored to be performing for the Japan Day of Hope again this year. We're keeping the people of Fukushima in our hearts and we hope that we're playing even a small part in their continual rebuilding and moving forwardThe piece we'll be playing today is called Hana Shobu, and we hope you enjoy. Sora!Thank you.
Thank you so much for watching. We hope you enjoyed our performance. And Fukushima, we're keeping you in our thoughts. Ganbare Fukushima! Welcome.